ハマーズ JC やったんだけど、衝撃的すぎて。山田裕樹選手は今でも覚えてる。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、静岡のサッカー界に少しでも貢献したいと有志で開設したチャンネルです。現役のプレイヤーはもちろん、当時静岡を騒がせたプレイヤーなど多くの方を紹介し、少しでも多くの方に静岡サッカー界の魅力を伝えていきたいと思います。2人のですね、ファン数じゃないですけれども、そういったところを中心にお話を伺っていければと思いますので、よろしくお願いします。初回のゲストを改めてご紹介します。静岡学園出身、つい金沢所属の杉浦恭平選手、吉岡高校出身の松永翔平選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、お二人の、プロフィールを簡単に紹介させていただければと思います。松永選手、1989年1月7日生まれ、三島市出身で、行修中学、行修高校を経て国士舘大学へ進学。その後、耐震ドイツに乗り込み、シャルケや J2 FMFC でプレーし、その後インドネシアで長くプレーを続けられておりました。2018年には日本インドネシア国交樹立60周年記念の親善大使に就任するなど活躍されています。続いて杉浦選手、同じく1989年の1月11日生まれで浜松市出身。高校では静岡学園に進学し、3年生の時には選手権全国ベスト8に輝きました。高卒で川崎フロンターレに入団し、その後愛媛、神戸、仙台とクラブを渡り歩き、現在金沢で活躍中です。記念すべき初回はこの2人に話を聞いていきたいと思います。そうですね、小学校1年生の時に三浦知良選手に憧れて。好きなサッカー選手はやっぱりカズなんですか？いやー、まあもちろんカズさん、あの中田英寿選手、小野伸二選手が目標の選手でした。僕は小学校1年生ですね、三島市の、あの長伏スポーツ少年団という少年団でサッカー始めました。三浦選手、僕は3兄弟の、僕は三男なんですけど、兄が2人いて、それでサッカーを始めるきっかけでした、ね、本格的に始めたのは多分小学校3年生ぐらいの時ですかね。それで JFC に通い始めてみたいな感じですね。精霊ってさ、そのあの少年団じゃなくて、ちょっとジュニアユースじゃなくて、なんか、まあ、クラブチームみたいな感じ。あ、好きなサッカー選手が渋いんですよね、アイマール。そうですねアルゼンチンのアイマールが大好きです。いやー、初めて聞いたわ。めちゃめちゃうまいんですよ。大好きです。でもさ、恭平はさ、なんかどうだったの、うん、小学校の時に、なんかこう、いや、ちょっとこの辺じゃ俺、一番うまいかな、みたいな。いや、全く思わなかったね。なんかもう、なんかさ、浜松 JFC っていうのが、すごかったじゃない。もうもうもう、そう、選抜っていうか、その小学校で有名な子たちが集まって、もう当時本当にすごかったじゃん。いや、俺今でも覚えてるけど、その妻恋の、あの6年生の大会で7-1ぐらいで負けたもん。でもマジで俺も精霊一回なんか練習試合みたいな感じで、精霊、まあ、精霊というクラブとその浜松 JFC やったんだけど、衝撃的すぎて、レベルが違いすぎて、こんなに上手い人たちがいるんだと思って。いや本当ね、あの山田裕樹選手はあの今でも覚えてる。なんか7番つけてて、なんかこうこの辺の前髪がなんかちょろんってしてる、なんかイメージが今でも覚えてる。なんだろうね、もうみんなうまかったもんね。体もでかかったし、いやほんとなんかディフェンスとかにも超でかい選手がいたもんね。同じ学年なんだと思いながらやったことはあったけど。あ、三浦選手は浜 J にも入られてなかった？全然入ってないですよ。僕は全然入れる器ではなかったですよ。でその後松永選手は行修に入り、三浦選手はFC ユート。はい、そうですね。行修に入ったきっかけは、いや、それがちょっとあんまり覚えてなくて、ただなんかさ、ジュビロ、曖昧だよね、やっぱり。うん、いや、曖昧だよね。なんか、ジュビロ沼津に誘われてたってことは覚えてるんだけど、はいはいはい。それで、なんでその行修を選んだかっていうのが、なんかこう、まあ、スポーツもできて、こう勉強も両立できる学校だったから行ったっていう記憶はあるんだけど、ちょっとそこは定かじゃないんだよね。杉浦選手は精霊にも入らない？入らなかったですね。なんかまあそのまま上がるよりは他のチームにでまた違うサッカーを学ぼうかなって、あと家から近かったっていうのもありますし、そんな感じですかね。当時まだこの頃改正感はなかったですよ。改正感はなかったんじゃないかな、うん、多分。そうだね、なかったと思う。
で他は現在商用ですかね、東海第一、男は立ち場あたりが、まあ、中東部の力を持っているようなイメージ、やっぱり杉浦選手もそういうところにはっていうよりかは地元のクラブを選んでるていうか、もう、なんて言うんだろう、あんまり知らなかったかもしれないですね、そういうところ正直、そういうなんか、まあ、でも本当に中学までは本当に純粋にサッカー楽しんでただけみたいな感じですね。なんか本当にそういう強いとこ行くっていうよりは多分考えもなかったし。へー。でもその中学内のチームではやっぱどう、自分は上手い方にもちろんいたでしょ。その中学の最後に多分俺も西武選抜に入れたぐらいだったよ。へー。ほんと中3の最後かな。へー。それまでは本当に何もそういうのには無縁だったかな。へー。選抜チームとかも中学は全くなくて、かもう本当に背がちっちゃくて、中学入る時に今でも覚えてるけど142センチしかなくて、でなんか小学校ではそれこそこう東部選抜とかにも入ってたし、なんか自分でも、まあ、この辺ではこう目立つ存在であったなって自覚してたけど、やっぱ中学に入ってなんか身体能力でこうどうにかなる世界の中でやっぱ1回目の挫折を感じて、だから本当に中学時代は何にもうまくいかなかった。いや、まず中学時代 そこまで考えてるのがすごい。そうかな。いや、俺がバレなのかもしれないけど、いや、そんな多分俺考えてなかったと思う。結構悩んだけどね、そのなんかあんまり上手くなかった選手が同じ中学に上がって1個とか2個とかの上の台の試合に出てた時に、なんだろうな、すごいショックだったもんね。俺いたち、その優斗は上の台が多分人数いなくて、多分普通にそれで借り出されてたっていうのもあるかもしれない。結構中1から中3の試合とか出てたから、いやだから結構中3と中1は全然体の大きさも違うし、もうすごい嫌だった、中1の時試合出るの、中3の試合。そうですね、一番身体的にも差があって、ボールも変わる時だし。そう。え、体はでかかったの？それでは。いや、でかくないよ。高校時代も細かったから。ああ、まあ確かに細かったイメージはある。そう。いや、中学の時、俺らだから1校上で全中とか出てるけど、俺メンバーにも入んなかったし、でも俺同級生でそのメンバー入ってる選手は 2,3 人いたから、でもなんか小学校の時は俺よりこう、なんかまあこんなこと言うのも変だけど、上手くなかった選手がそのメンバーに入ってたりしてたから、すごいなんか劣等感を感じてたよね。多分だって、全中とかも多分、まあ目指してたのかな、わかんないけど。そんぐらい。そうなんだ。じゃあ杉浦選手、本当に楽しくひたすらプレーしてた感じですか？そうですね。中学まではひたすら楽しく自分の思うようにやってましたね。伸び伸び育てられたというか。いや、俺はもう本当苦い思い出しかないな、中学は。練習きついし、もう朝早く出て、夜9時とかに帰ってくる。っていうので、ね、もう寝てもそれが毎日続いてたから、なんかあんまりいい思い出ないな、なんか中学の時。2人ともお話聞くと中学の時に全く無名の選手だったと思うんですけれども、それでもプロになったのって、いや改めて驚きですね。松永選手は行修高校にそのまま上がりましたが、他の強豪校に行くという選択肢はなかったんですか？いや、ありましたけどオファーがなかったんで、もう選択肢が上がるしかないっていう。なるほど。杉浦選手は一気に静岡学院に行かれました。それ結構俺気になる、その経緯。その経緯、うん、その FC 雄斗の監督がもともとその多分精霊のなんかコーチをやってて、その時の教え子が静岡学院に行ったことがあって、その俺のプレーを見てたのか分かんないけど、その監督が、まあ、じゃあ恭平推薦しようみたいな感じで、そうです。今なんかあんま今までなかったみたいだけど、俺と3人ぐらいそのなんか試験みたいなの受け行ったのかな、俺はそのまま行ったみたいな感じでしたね。あ、なるほどなるほど。こんなすごいやつらがいんの、あれめちゃめちゃきついからね。なんて朝練もいつも5時半ぐらいから、やっぱ負けてる、やっぱその時点で負けてるんだ。普通になんか 100m100 本とかさ、天国と地獄を味わった。松浦率いる浜根に負けた。ぬるい練習したらすぐ使えろって言われるから、恐怖でしょ。